墜落の7分前、123便の気鋭を捉えた一枚の写真がある。すっと黒いものがあそこにあの見えたんです。うん、何かなと思って、こうやって見ましたらね。黒いなあ飛行機みたいな感じがしましたからね。あ、これ飛行機かなと思ってよく、 こここに見たたたでですねまた飛行機でしたこの上あたり来た時に、あのー、飛行機はあの上昇はもう終わって水泳飛行員のような感じでもろくなりましたそこをのいからと思ってこうにカメラを動かしながら撮りましたこの写真からは垂直尾翼が大きく欠けているように見える123便事件 墜落現場にあったとされる F117 や A1H といった米軍機その他の破片及び圧力核壁原因説は強引な、こじつけ、123便事件現場に F117 ステルス攻撃機の翌破片が発見。回収されたという話があり、多くの論者によって語られています。物証によると、123便を攻撃したミサイルはファルコンであったことは、明らかであったそうです。 別のソースによれば、ファルコン AIM-26 ニュークリアである可能性があるとのことです。また次のような話も出回っています。事故現場付近に落ちていた機材破片 1R-1H の機体フレーム破片、デ陸軍 MP、または警視庁、警察庁、2F4EJ ファントム機体破片、航空自衛隊、3MIG-25 機体破片、旧ソ連、 4 f を1 1 7機体破片、米空軍。目撃者証言によれば、123便機を追尾するように2機の戦闘機が後を追ったという有名な話がある。それが上記2機であったかは断定できないが、いくつかのことが考えられる。何らかの予期せぬ事態に4機とも同時墜落する羽目になった。 F117 が123便を撃墜させる目的で後を追った。MIG25 は123便の警護の目的で随伴していた。F4EJ はわけもわからず、単なる事故として救難出動して、現場でとばっちりにあった。4機とも墜落。MIG25 F117 とも123便撃墜が目的で後を追った。すなわち、共同戦闘行動であった。F4EJ は、緊急発進したま叶わず、何らかの予期せぬ事態に4機とも墜落。123便を3機が同時攻撃戦線であった。何らかの予期せぬ事態に4機とも墜落。 F4EJ 機が MIG25 緊急発進追尾中、何らかの事故が起こり、123便に損傷を与えた。それを隠蔽するために米軍に応援を要請、F、F111 が駆けつけた。何らかの予期せぬ事態に4機とも墜落。もたそれにしても、予期せぬ事態とは何か。 いずれにしても同時に4機とも同じ場所に墜落するとは、各意外にない。予期せぬ事態とは、電磁障害により、機体コントロール不全をきたした。その後、救援ヘリコプターはその目撃者として、証拠隠滅のためランチャーで撃墜。あるいは、同じ電磁障害で巻き込まれた。防具圧力 核壁破損は起こっていない事故調は、なぜ何かが尾翼にぶつかったという外部原因説を取ろうとはしないのでしょうか。どんな矛盾があろうとも、今もって内部原因説を捨てていないのです。生存者の機内の状況目撃証言でも、急減圧はない、無人票が解き、ファイ i a B の衝突説、JAL123 便が操縦不能になった原因は、 飛行機の垂直尾翼が3分の2程度破壊されたことにあります。自己調査委員会は内部原因説を結論としていますが、ごく素直に考えれば、何らかの飛行物体が JAL123 便の尾翼に衝突したのではないかということを疑うのが自然。 以前起きたカナダ航空の事故では、内圧に耐えきれず、圧力隔壁に、大人二人分の穴が開きました。この時、急減圧と呼ばれる急激な内圧の解放内外の力が一気にかかり、救治するワゴンはあっという間に機外へ吸い出されるように吹き飛びました。スチュワーデスも吹き飛ばされそうになりました。乗客も阿ビ教官の大パニックです。しかし、 同期は奇跡的に無事に帰還し、死傷者は一人も出ませんでした。ちなみに、このカナダ航空の事件では垂直尾翼には何の問題もありませんでした。垂直尾翼が吹き飛ぶには、圧力隔壁に大きな穴が開き、急激な内圧の解放、内外の力が一気にかからないと起こりません。それならば、 今回の123便がカナダ航空の事故より圧倒的な急減圧が起こっているはずです。もちろん圧倒的な急減圧が起これば機内の荷物や乗員は一瞬にして外に吸い出されるように吹き飛び大パニックになるはずです。しかし、そのようなパニックは先ほどの生存者である吉田さんの証言やコクピットボイスレコーダーからはまるで確認できません。では、 一体どうやって JAL123 便の高さ9メートル、3階建てのビルにも相当するも垂直尾翼の3分の2もの鉄の塊が吹き飛んだのでしょうか吹き飛んだ垂直尾翼は、当時相模湾、伊豆沖で試運航中で艦隊空、追尾型巡航ミサイル演習訓練をしていた自衛隊の護衛艦、松行によって、翌日の1985年8月13日午後、偶然発見。 回収したと発表しました。現在も事故原因の再調査、真の原因究明が遺族をはじめ、多くの人々から叫ばれています。この世界最大の航空機事故はあまりにも不可解、消せないことが多すぎます。日航機墜落の原因として圧力隔壁の破壊が発生し垂直尾翼が破壊されたとされている。 しかし、その後の各種検証や生存者の証言によって、急減圧がなかった疑いが強く、決定打にかけ、数多くある仮説の一つであるのが実情である。この事故の原因調査については、各種書籍やメディアで論じられているので、細かくは、触れないが要約すると、事故調査委員会としては、下記2条件に合致する事故原因が棒ましい、ということだろう。条件1。 この木の実の特殊要因である。条件に、米軍や自衛隊の関与は認めない。123便は米空軍専用空域、横田エリアに近い相模湾上空で垂直尾翼をなくした。慌てふためいた上層部は墜落した後も意図的な誤報を流し墜落場所を混乱させ時間を稼ぎ、先行空艇部隊に現場を確認させた。証拠隠滅は不可能であったとしても、 現場を確認したかったのだろう。10年後の証言で米軍ヘリが現場にすぐに到着しレンジャーが降下し人命救助に当たろうとしたところ基地から要請で陰気変すように命令されたのもこれで合点が行く。あの時点で川上恵子さんや落合由美さんの証言によると他の多くの乗客とこれで透けかるねと話し合っていたそうである。何しろ自分の真上にヘリはホバリングしていたのだ。 しかし、その後ヘリは去っていった。人命救助よりも優先される何かがあったと考えるのが自然だ。事故の決定的証拠になるはずのサダミ湾の垂直尾翼の回収作業は3日で終了し、結局回収されなかった。ここも怪しい。最も重要な証拠物件の捜索を経った3日で終えるのはあまりに不自然である。 だがそれもミサイル誤射説であれば納得がいく。垂直尾翼が回収されれば外部から何かがぶつったことが判明するであろう。そうなれば必然的に米軍や自衛隊の関与の話が出てくる。何としてでもそのシナリオは避けたい。実際に遺族が望むのは放火無理ではなく、事故及びその後のずさんな対応の真実の究明だ。 ミサイル誤射説といえば、突拍子もない暴論と一生されそうであるが、予覚機と戦闘機のニアミスやミサイルの訓練中の誤発射事故等決して珍しくない。現実に雫石にて1971年に全日空機を訓練で敵機と見立てた、自衛隊機と衝突し墜落している。ここ10年を見ても類似事例は存在する。 1995年11月小松基地にて訓練中の F15 がミサイルを誤射し、両機を撃墜。F15 イーグルの唯一の撃墜事例となった。1996年6月自衛隊護衛艦 U ギリが米空軍 A6 を誤射し撃墜。2001年には広島で F4 ファントムによるバルカン砲誤射により20ミリ弾丸が188発も発射された。 が、御巣鷹山に墜落した時には、私も撃墜されたと思いました。コントロールを失って山に激突。その時にも中性子爆弾が使われたと思いますが、その時の機内の様子が地上に転写されていると書いておられます。このような内容は。 今後も絶対報道されることはないと思います。なぜかと言いますと、あることがきっかけで、日光ジャンボ機123便のことを知るために、少し朝日新聞の報道を調べてみました。そして、おかしいなと。調べを進めますと、他社の報道もおかしいと。これは政府が報道規制を行ったと思いました。それからというものは、毎日、 図書館に通い、新聞記事をコピーし、帰宅後、すべてをコンピューターに打ち込み、保存、分析しました。当時は文章を読み取るソフトがありませんでしたから、大変でした。その結果を3回に分けてある会合で発表しました。これはアメリカ軍と自衛隊が関与しているなと思っていますと、同じようなことを書いた本が出版されました。調べたことを会合で発表するたびに、 皆さんにお願いしました。私が交通事故とか何かで休止した時は殺されたと思って調べてくださいと言いました。3回目の報告後は危険ですのでこの事件から離れることになりました。以上が報道関係が今後日光寺安墓機123便が群馬県のオス山に墜落の原因に関連することは報道することはないであろうと推察する根拠です。 当時の新聞報道に隠した部分があるということは間違いないと思います。